まこなかです。32話やっていきましょう。こちらレンジャーズ5、隊長含む3名がやられました。こちらは1人しかいなさそうだけど、ストームチームがそちらへ向かう、合流しろ。ちなみに一つ前のシナリオはまだクリアしてない状況でも、正直もういいかなとかね、やっぱしてつまらんわこのゲーム。そう素直にも、特になんだろうな、5の時どうかわからないんだけれども、ちょっと今回これ暗すぎて見えにくすぎるというのもねあるんで、まあ指定のイメージはね確かにこんな感じなのかもしれんけど、ゲームとしての面白みが欠ける。というわけで、もしかしたら一つ前はクリアしないかもしれない、またこれもクリアできなかったらクリアしないかもしれない。多分もう武装を新たに手に入れてもどうにもね対応できないと思うんで、よっぽどもうアーマーあげるぐらいしか対応の手段が私にはない。他の人はまあ別だとしてもね、これだもんな。でこの当たるね、自分の方にダメージが当たるこの残されたものとそうでないのとの違いもねこれ分からないんで、これでやろうと思っても今度は暗くてよく分からん。あー、まあ倒れたな、しゃあない、これはしょうがない。これ最初合流しないでと思ったけど買わせたね。合流しない方が案外やりやすいかもしれない。で敵やってくるんであれば味方も当然撃ってくれるんで、こんな感じでとりあえずここは切り抜けましょう。あー護衛しなくていいよ、本当もうこのゲームのストレスの原因だよね。活躍してくれるときはいいんだけど、そうでないときのね影響がね、悪影響が大きすぎる。特にこういうね狭いところだとねなおさら。バズーカなんか寄ってくるんだよねこれ、またじじじと。あともう数体、ここまで来たら仲間にしても大丈夫か。おい、上官は誰だ。まだまだで、もう一個はハーキュリーか。上官と認めたわけじゃないぞ。よく来てくれました。共に戦う。じゃあ行きましょう。これで このね倒された敵がこのすり抜けられるものとそうじゃないのとの違いが分からんので、この辺りもものすごく厄介。大丈夫だと思って打ったらダメだったりね。で大丈夫なものもあるのに打たずに危なくなるとかね。作戦は最終段階に入る。我々はついに巣の最深部へと到達した。この奥に女王の広間がある。何としてもたどり着き女王を倒せ。でこっち側か、ここも違うな、これ違うか。これは暗かった。結構戦ってんのかこれ、どこかと。8年前の戦いでは女王を発見し倒したらしい。あと煙でね前が見えなくなるってのも辛いんだよねこれ。明かりをつけてもその前のね煙でちょっとね前が見にくくなって、せっかく明かりを灯しても意味がないっていうパターンになってしまっている。変に曲がってるからターゲット間違えるパターンも。戦闘続行不可能です。前にいるのかこれ、レンジャー23は。レンジャー23脱出しろ、地上へ戻れ。あ、これ違うな、曲がってんな、まださらに。え、これ場所合ってるかな、なんか全然敵と。何か音がするぞ。気づかれたって話になっている。逃げろ。
味方よ味方よ、ふざけるな。でもここで撃ってればなんとかなるような気はする。別パーティー戦ってないよねこれね。あ、これ曲がってきてんのか。なんか別パーティー戦ってるっぽいんだよねこれ、音を聞くと。動いてるだけかな。早くこれ倒して、これぐらい。うわーもうあー今の完全にミスだけど引っかかってたな。さてある程度先今進んできましたが、どうなるか。やっぱ奥味方いたのかな。あーもうなんでこれ当たるかな。ちょっと仲間助けたいけどダメか、一人を倒された。ちょっと回復取りに行こう。回復回復。見当たんない。結構遠くまで戻らんとダメかこれ。今の耐久だと一発食らったら自爆したらおしまいだから全部回復したいんだけれども。出てること願って前行きましょう。出てるかな。出てない。見えないね。あともう一体、これ味方援軍いたのかな。そこら辺がすごい気になる。押した押した。休憩にしないか。味方出てきたね。巨大生物の増殖を止める方法は女王を倒すことだ。どっちだどっちだ。最深部の広間にいる。なんとかたどり着いてくれ。あんまり女王に適した武器はないんでね。まあハーキュリー持ってきてるけど、あれどこ行った味方。こっち側でいいのかな。これは普通に合流できそう。下手してランプ灯そうとしたらね、なんか味方撃ってしまいそうで怖い。こっち側か。あっとランプ見えるね。ランプの先はこっちか。あ、ウィングダイバーじゃん。俺一人なんだ。どうしていいかわからない。別パーティーの話かな今のは。男の声は。下手に動くな。巨大生物に見つかるぞ。周囲には多くのレンジャーチームがいるはずだ。動かなければ接触。これ下手すると誤爆でなんか倒れそうで怖いな。了解。ここで待ちます。誰か来たようです。暗くて見えません。さて合流行きましょう。いやもうやめてくれよ本当。これなぜ真後ろ来る。危ない。今ももう撃って自爆で終わりそうだった。なんか自分4位やってた、まあ初見ハードでやった時にあまりねミサイルとか撃ってなかった記憶があるんだけど、
多分ここら辺の自爆関連が辛かったのかなっていう、なんかねそんな気がする。なんか記憶としてはもうスナイパーを結構使ってたようなね、そんな感じ。とはいえ初見ハードだからね、まあ、ハードでやる分には多分そこまでね苦労はしないはずなんだけれども、この受けるダメージがねそこまで大きくないから、ハードの場合は爆風によるね。危ない、うん、ここら辺は抑えられている。でもまあほんと勘弁しろ、うわー、かといってもうね一人で無双できればいいんだけど、一番そこまでもう強い武器がないんだよね。多分5の時だと強い武器もあるから一人で無双するっていうパターンもね有効な場面も多いと思うんだけど、この4の場合はじゃあ最終兵器ですごい強いかって言われても、まあ強いとまでは言えないんだよね。全部さばききるだけの余裕がない、移動速度も遅いんでね。あ、でもここはなんとかなった。かといってこれ以外でやろうとすると今度は敵が見えずにダメみたいなパターンがねあるんで、やっぱり明るくしないと話にならない。おい、あと数体、射撃準備できてます。なんかここら辺にいるっぽいんだけどな。あー違うか、壁越えか、壁越えでいるっぽいか。かあともう一人、耐久は少し減っている。なんかパトランプみたいにねぐる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 回ってなんかランプ照らすようなものが頭にくっつけられればいいなとか思っちゃうけど。了解、弱すぎて眠くなる。耐久は大丈夫。多くの犠牲を払ってここまでたどり着いた。この作戦は絶対に成功させろ。これ結構近いんじゃない？そうでもないか。これが、あ、上か、ひょっとして、あ、上っぽい、なんか上っぽいな。上、いや、こっち側か。まあ、それでも、まあ、このスティングレイ MF というのが一番強いロケットランチャーなんで、でこのレベル帯も多分このレベル帯では手に入らない武器ということもあって、まあ、それである程度は圧勝できているのかなっていうようなそんな状況。ちょっともうちょっと引いてもらいたいかな。誰か一人やられてるぞ。まあしょうがない、アバイ、アバイ言ってるな。期待するなよ。弾が切れた。援護頼むよ。俺が仕留める。ジェネレーター出力停止。危なかった今。うん、あと1体よし、なんとか倒した。
いや、まだ一体いるな。うん。わあ、嘘、今の食らうの。石膏から連絡。敵へあり。こちらスカウト4、女王の広間を発見。後続部隊の到着を待ち、我々も攻撃に参加する。なんか一人遠いね。あれどっかに引っかかってるパターンかな。すぐに部隊が到着する。あ、違うわ、別動隊か、これが。こっち側にいるのも別動隊っぽいね。おっといたねー。ストームチーム、地獄に放火。ずっと隠れていたんだ。連れて行ってくれ。これはこっち側か。あの向こう側にいる味方が何なのかだよね。中身にしたい気がするんだけど。ああ、もうやめて。一旦引くか。うん、まあそれでもほぼほぼ。危なかったー。ちょっと味方倒してくんないかな。それアイテムあること願って。あるねー、たくさん。ここまでたくさん用意してくれるとは思いもしなかった。さらにもう一個で奥の方、これ戦って多分勝ってんじゃないかな。ずっと戦って全部倒してるんだけど、すごい強い部隊が奥にいる。ちょっと待ちましょうか、せっかくなんで。さて、これなんだろうな、ウィングダイバーかフェンサーか、それともまた別か。レンジャーはもういいかなとかね、考えちゃうけどね。この方向、あれこれ、え、どこにいる。これ下は行かない方が良さそうだね。下はどっからこれ敵いるんだろうな。とりあえずこっち側、この方向に味方が待っているはず。あー、明かり見えるね、ランプ。フェンサー、あ、これ全部だな。フェンサー、レンジャー、ウィングダイバー。でもこれ仲間になれそうにないんだけど。ストームチーム、よく来たな。この先に女王の広間がある。行くぞ。気分だ。え、仲間になんないの。これちょっと待ってくれよ。あー、まあおとりになるのかな、これは。じゃあなんかまあにぎやかでいいけど、ここまでメンバー多いのも珍しいな。で奥の方多分あれも落ちたな、落とし穴に。あら、諦めるか。自分が先突っ込んで撃ってくるか。うん、パーティー完全にはぐれてるね。多分5の時はなんだかんだで登ってきたりとか。まあそうでもないか、結構合流できないパターンあったか。倒したか。倒してない。あ、これ煙で見えなくなってんだよね、前がね。ここは木か、ここは木だな。あ、思い出した、ここ。結構この煙、俺バカなのか。俺もう俺何もできなくなるんだけど、これ確か赤いね、噴霧がこれが来るので、最後の最後でバカやったな、これ。
あれはなんかはぐれてんな。邪魔なんだよな、この目の前。撃とうと思っても見つかりそうで撃てない。あれこれ味方部隊突進したのかな。そうでもないか。前この辺りで戦ってんのが多分そうなのかも。なのでこれを前に出すために一発撃つか。アイテムない、アイテムない。ちょ邪魔。回復アイテム取れそうかな。あれ仲間になるのあれか、さっきまでいた。ウィングダイバーどこ行った。ウィングダイバーはこれね、もうどうにもなんないんでね、ここから前行こうとするとあれが来るから。でここら辺動いてよ、フェンサー。フェンサー何やってんのこれ。敵がいるかもどうかも分かってないんでね、これね。うわーこれは厳しい。でも敵あと3体か。いた。こっちの方でも威力あるか。目の前来てくれんなよ。強引でもいいのでダメージ与えられるタイミングで当てていきたい。おいフェンサー。いやでも倒したぞ2体。これあと1体、これ1体、あと1体。厳しいか。倒した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 。いやーよかったよかった。武装面でどうかと思ったけど、ここそうなんでね、あそこで耐えてると赤い噴霧でやられることがあるから。で問題これなんだよね、こっち側クリアせずで終わらせようかなって気がする。なんだろうな、まあナパーム使うという手が一般的なんだけれども、フレームガイザーこれ使っても自分の場合ちょっと厳しいかなっていう気がした。味方とかもね一人も現れないんで、あーどうするか。まあそのあたりやるかやらないかも含めてね、今後なんか話数が飛んでたらね、あやってないんだなぐらいのね、多分動画上げる頃にはやってないはずです。さてさてどこのあるかこの先、また興味ありましたら次回以降もご覧ください。ではでは。